んにちは。お願いします。じゃあちょっといきなりですが、自己紹介お願いしてもいいですか。自己紹介、はい、稲本慎也と申します。慎也さん、はい、何しとる人ですか。ここは京都府の北部で京丹後市っていう町なんですけど、はい、僕はこの町で、まあ、今見てもらってるこのモバイルハウス、これが木材を活用して、何かを作ろうっていうプロジェクトで作ったんですけど、ほうほうほう、はい、それを、まあ、半分仕事でしてるっていうか、はい、あ、そうなんですね。まあ、半分は遊びですけど楽しみながら、はい、あ、そうなんや。じゃあ早速ですが、このモバイルハウス見させてもらってもいいですか。はい、どうぞ。じゃあお邪魔しまーす。お、はしごも。僕らははしごをつけるタイプなの。ほんほんほん。あ、そこにサクッと刺さるようなデザインになってる。そうですね。こんな感じで。ほんほんほん。じゃあお邪魔しまーす。はい、どうぞ。ほんほんほん。木で、すべて木でできとるんかな。そうですね。ほんほんほん。全部杉の木で作ってるんですけど。全部杉や。もう見るとこれ、はい、なんやろ、はめ板みたいになっとるような感じですけども。そうですね、サネ加工って言って、とんがってる方と、へこんでる方が、組み合わさって壁を作っていくような作りになっていて、でも本当にほぼ木。あ、そうです、そうです。屋根に若干金属を使ってるぐらいで、うんうん、まあ、あとはこういうあの金具類は金属なんですけど、うんうん、それ以外はもうすべて、杉の木を使ってます。これまた地元の地元の、そうですね、京都府の、まあ、杉の木なんですけど、もう入るとすごい木に包まれとるような木のぬくもり感がある感じです、はい、まあ、その辺はでもトビーと一緒かなって。そう、確かに今自分で言いながらトビーと一緒や一緒ですやっぱり僕が最初、うん、あの見せてもらったじゃないですか。あ、そうね、僕のところにね来てくれたんですよね。そうなんです。あの一番最初、僕がまだモバイルハウスを作る以前に、うん、モバイルハウスに興味があって、うん、で一回あの訪ねさせてもらったんですよね、うんうん、はい、その時に見たイメージもやっぱりあって、うん、なので、うん、多分窓の位置とかも、うんうん、あの確かに近い感じ確かにちょっと似てると思います確かに、はい、かなり影響されてます。あ、まあ、それで言うと僕も、はい、あのシウンさんのユンユン号を見て作ってるから、はい、内装とあとやっぱしその窓の位置、はい、ほぼ一緒っていうね、ね、影響受けますよね。はい、ちょ、もう1台目も見せてもらってもいいですか。もう1台、うん、こっちはまたちょっと別仕様な感じで。そうですね、こっちは、うんうん、なるべく中を広く取ってやって、うん、あんまり内装を作り込んでないんですけど、うんうん、こっちはあの今来た、うん、うちのメンバーのりょうじさんが基本的に、りょうじさん、あ、じゃありょうじさんに、りょうじさんちょっと一緒にご覧の通りなんせ、釣りが趣味、が趣味で、おうほ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 う、でモバイルハウス、まあ僕らが、これ以前に何台か作ってる中で、うん、1台その趣味に特化したモバイルハウスを作ってみようっていうところで、うんうん、まあ、たまたまりょうじさんが釣りが趣味で釣り仕様で作ったらどうなるのかって完成したものです。で見てもらったら分かる通り、うんうん、釣り竿を、うん、収納しておくだけのあのこの上部、上の部分になってたり、うんうんうん、下も、まあ、下にもちょっと竿も置いてるんですけど、はい、収納があって、まあ、基本的にあの釣り具を収納してます、うんうんうん、全部が収納、はい、すごいすごい、収納がめっちゃある。見えるこの辺も全部収納で、うん、釣り具しか入ってない感じですね、はい、うんうんうん、はい、もう車中泊っていうより一人で、まあ、釣りに行って、まあ、疲れたら寝れるなので、もう寝れるスペースも、もうこの上で一人分しか取ってなくて、うんうんうん、でもアウトドアなので、もうこっちはドマじゃないですけど、もう土足仕様に作ってあって、でもそのまま、中にザザッと入って、そうそうっていう感じで、1台目とは違って、こっちは乗り降りが横からに、あ、ここに、おお、
ここが入り口になっていると。はい。横にした理由は何かあったりするんですか。横にした理由はもうこれにあんまり出入りっていうのはそんなにしないだろうなっていうので、どっちかっていうとその釣り道具を取り出すところを大きく取りたかった。ああ、なるほどなるほどなるほど。でもう後ろをそのすぐに釣り道具が取れる仕様に作って、乗り降りはまあ裏ダメだから横だろうなっていうので横に、なるほどなるほど。あ、釣り道具を出すときに煽りをいちいち開けて出すっていうのが面倒くさいので、煽りより上にドアを作って、なるほどね、って話になった時にやっぱり煽りより上にドアを作ると、うん、そこからの出入りは厳しいだろうなっていう話もあって、うんうんうん、はい、うん、今の横から乗り降りするパターンになった。だから入り口を大事にしなかったってことですよね。そうなるほどなるほど、はい、使い勝手、はい、まあ、あくまで宿泊っていうよりも、はい、これ釣り仕様、釣りメインでのデザインになってるとですね。はい、いかに釣り具を取り出しやすいかみたいな。走るタックルボックス。ああ、もうそのまま。でっかいタックルボックスみたいな感じで。はあ、なるほどな。そう。じゃあこっち見させてもらってもいいですか。あ、はい。そうそう。こっちのなんちかこだわりポイントみたいな。こっちのこだわりポイント。こっちは、うん、かなりベーシックで、はいはい、で一番最初に作った形がこうだったんですけど、うんうん、まあ、そもそもその構造自体は同じなんですけど、うん、いかにシンプルな構造で作っていけるかっていうのをこだわったんですよ。へ、うん、はい、なので、これが一枚ものの板で、うん、内壁も外壁も、柱も兼ねてるんですけど、うんうん、普通のモバイルハウスって大体柱を組んで、うん、例えば中に断熱材を入れたりだとか、うん、内壁外壁って別に張っていくんですけど、うん、もうそれをせずに1枚で組んでる仕様、うん、はい、この構造に一番こだわりました。へえ、なんでそのシンプルにっていうところにこだわったんですか。その木のモバイルハウスを作りたかった、まあ、国産の杉の木を使ったんですけど、うん、杉の木を使ってみたいなところをなるべくアピールしたかったので、なるべくシンプルに木だって分かるようにしたかったんです。なるほど、はい、確かもう見るからね、あーこれは木でできてますってね、分かりますもんね。はい、他のモバイルハウス、うん、よくあるものを見たときにアルミ複合板だとか、うんうん、木以外の素材のものの方がやっぱり多い、うん、それは加工もそうですし、うん、重さや強度、うん、そちらの方が絶対的に優位なんですけど、うん、僕らは木でやりたかったので、うん、その部分でいかにその木の良さをシンプルにこう伝えられるかアピールできるかみたいなところをこだわった時に、なるべく構造もシンプルにしよう、うん、はい、でそのシンプルにした時に、まあ、僕らは軽トラックで作ってるので、うん、積載のまあ、上限があるんですね、うんうん、350キロがマックスなわけですけど、うんうん、その350キロもちろんオーバーしないことは前提になるべく軽くしつつ、その中でもやっぱり強度は保っていかなければいけないみたいな、うんうん、その重さと強度のバランスを取るっていうところが思ったよりも難しくて、へなのでその辺、まあ、その辺もあってやっぱりシンプルな方が、軽量化していけるので、うん、その辺も理由にはなってます、うん、なるほど、はい、モバイルハウス作るきっかけみたいなの何やったんですか。きっかけ、うん、きっかけとしては、うん、まあ、いろんなきっかけがあったんですけど、うんうん、まあ、その中でも一つはやっぱりナル君の、うん、トビーを見たからですね。モバイルハウスを、はい、に興味があってトビー見てくれたんですか、それともトビーを何かで見て、はい、こんなものがあるんや、モバイルハウスって言うんやってなったんですか。モバイルハウスっていうものが、うん、そもそもその、まあ、モバイルハウスって多分牽引するタイプだったりだとか、コンテナハウスみたいなのも含めてモバイルハウスの括りに入ると思うんですけど、うん、その中で、うん、トラックに積むっていうタイプのモバイルハウスがあるっていうことを、うん、昨年の1月に知ったんです、うん、はい、で面白いなって、ただ単純に、うん、もう作るとか関係なく興味を持った、うん、面白いなと思ったぐらいで興味を持ったんですけど、うん、でちょっと調べていくと、トビーが出てきたんです。
ありがとうございます。じゃあ検索した時にヒットしたのか、うん、ちょっとその一番最初何で見たのか忘れちゃったんですけど、うん、何かでトビーを見て写真を、すごいと思って、でダメ元で、ご連絡をさせてもらった。いやありがとうございます本当に、はい、メールをさせてもらった時に、全然いいよ来てもらってもって返事をいただいたので、じゃあ一回行ってみようってうちの妻と二人で行って、見たのが大きなきっかけですね。あ、そうなんですね。じゃあその時はまだ自分の作ろうとかそういうことはぼんやりみたいな。ぼんやりでしたね。作ったら面白そうっていうのはあったんですけど、はい、やっぱりこう見た時に、難しそうだとか、そのハードルが低いものではないと思うんですね。一見でも家って言ってるしね家って作れんのみたいなね。そうなんです、当時の僕の中にやっぱりそのハードルはどうしてもあって、で僕の気持ちもそのハードルは超えてなかったんです、なのでまだそのまあ、YouTube 見てくださってる中でも、作ってみたいな興味はあるなぐらいの人は多分多いと思うんですけど、で僕もそれぐらいだったんです、でトビーを見させてもらって、そのハードルよりも作りたい気持ちがこう超えてったみたいなところはあります。いやめちゃめちゃ嬉しいですね。なので、あの時に会いに行ってなかったらもし断られたり、見てなかったらもしかしたら作ってないかもしれない。なんとありがとうございます。飛び作ってよかったっていうのは、はい、正直なところあります。ああそうなんですね。いやそう言ってもらえたらもう本当めちゃめちゃ嬉しいですいやうちあの僕らからしたらもうおかげさまでっていう感じ。ねえで今やこんな感じでね、町からもすごい面白い活動だって今評価してもらってるって。あそうですね、この、僕は移住でこっちに来たんですけど、僕が住んでる町でもやっぱり嫌でも目立ってしまうので、目立ちますよね。僕自身もそうですし、協力いただいてる木工所さんも、かなりその変わったことを最近やってるなっていうので、目立ってますし、いい評価というか、はいただいてます。おーすごい。あそうなんや、はい、なんかこれからこんなことしていこうかなみたいなってあったりするんですか？これからですか、今おかげさまでその YouTube だとか、情報発信みたいなところで結構視聴者さんが増えたりだとか、興味を持って見てくださってる方も多くなってるので、もうちょっとその映像のコンテンツを作っていきたいなっていうのが一つあったりだとか、あとはやっぱりこれを作った理由として、これで旅をしたいっていうのもあったので、今年は、昨年よりももっと旅をしたいなっていうのはあります。いいっすね、はい、実際にもっとより使ってみてっていう感じですね。そっかそっか。いやいや、じゃあこれからも信也さんがねちょっとどんな活動していくのかっていうのは YouTube で見れるということでぜひぜひこれを機に YouTube 見てみてくれ、見てくれる人が増えたら僕も嬉しいです。はい、お願いします。じゃあそんな感じで、信也さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。